ワードプレスの固定ページについてお話したいと思います。ワードプレスではですね、記事を投稿しようと思った際、記事を書こうと思った際に、固定ページというものと投稿というこの2種類の書き方があります。ですね、この投稿という方が通常のブログです。いつもブログを書いて、記事を書いて、どんどん更新していくっていう時には、この投稿というところを使うんですけども、固定ページというものがあります。これはどのように活用するかというと、まあ、言ってしまえばですね、この名の通り固定ページ、要は記事をどんどん更新していくというものではなくて、ある程度がっちりした記事を、まあ、固定としていくつかこのように作成して、で、さらにその上でブログをこちらの投稿の方で投稿していく、書いていくっていうものになります。なので、もう少し分かりやすく説明しますと、通常ホームページとブログって分けて考えられますよね。ホームページとブログというのは、例えばこれがホームページだと思ってください。そしてこちらがブログだと思ってみてください。で、ホームページというのは何かというと、まず、まあ、サイトのレイアウトがあってですね。で、この中で、まあ、グローバルメニューボタンというものがあって、ここに、まあ、いくつか項目があります。いくつかボタンがあってですね。で、この中で、例えばトップページ、そして会社概要、料金、ご案内、プロフィール、お問い合わせなど、こういったページが一つずつ作成されますよね。このボタンを押すと、お問い合わせページがこちらに表示される。こういったものがホームページ、まあ、言ってしまえば一つのコンテンツをがっちりと作成して、まあ、あとはある程度放置というか、あまり変更するってことがないものがホームページと一般的に言われるものです。じゃあブログっていうのは何かというと、まずこちらも同じようにレイアウトがあって、ヘッダーがあって、サイドバーがあって、そしてですね、まあ、グローバルメニューボタンを設置することもできるんですけども、基本的にブログっていうのは、この中に、このブログという箱の中に記事をどんどん書いていく、どん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 新しい記事を日々更新していくっていうものがブログなんです。で、これ、もうお気づきかと思いますが、ワードプレスの場合は一つのサイトの中で、一つのサイト、ワードプレスの中でホームページとしても活用できますし、ブログとしても活用できる。まあ、言い方を変えると、ホームページの中でブログを書けるということなんですよ。ホームページの役割とブログの役割、両方持っているのがワードプレスです。そしてホームページの役割を果たすのがこの固定ページというものです。まあ、ちょっとですね、よくわからないかもしれませんが、ブログは投稿の方で書いていく、そしてがっちりとしたコンテンツとしてサイト内にある程度残していくものっていうのが固定ページというふうに考えてみてください。では、実際のちょっと具体例をお見せしたいと思います。私のブログをですね、ご覧ください。これは私のブログなんですけども、これもワードプレスで作っています。でですね、こういったところ、カテゴリーがあったりとか、まあ、最新の記事があったりとか、こういったところは全てブログ、投稿、先ほどで言う投稿というところで書いている部分になります。じゃあ固定ページって何かというと、ここなんですよ。グローバルメニューボタン。まあ、要はホームページっていうのは、こういったボタンがいくつかあって、で、これをクリックすると固定のページがこのように表示されますよね。で、お問い合わせしたいなと思ったら、このボタンをクリックすることによってお問い合わせのページが表示される。まあ、この部分がいわゆるホームページのような役割を持っています。でもですね、その中でこういったカテゴリーが表示されたり、人気の投稿、まあ、ブログですよね。こちらをクリックすると、ブログの記事が投稿される、表示される。これは私が日々更新しているブログなんですけども、ブログが表示された時にも、このグローバルメニューボタンというのは常に表示されているんですよ。まあ、このようにホームページとブログの、まあ、いいとこ取りをしているというようなイメージだと思ってください。ではですね、実際にこの固定ページの編集の仕方、まあ、ページの作成の仕方っていうのをご説明したいと思います。まずはワードプレスにログインしてください。ワードプレスにログインすると、こういった、まあ、ダッシュボード、管理画面が表示されますので、その中で、まあ、いつも更新している、ブログを更新しているところっていうのは、この投稿ですよね。投稿、新規追加というふうにクリックしてブログを書いていくんですが、このすぐ下に固定ページというものがあります。で、この固定ページの新規追加というところをクリックします。するとですね、もうこの見た目というのは、管理画面の見た目というのは、ブログを書くときと全く同じです。全く同じなんですが、まあ、例えばどういったページが欲しいか、プロフィールというページが欲しいなと思った際、まあ、プロフィールと入力し、ここに、
まあ、プロフィールを入力していきます。今回はちょっとこう適当にこのようにして一旦更新してみますが、プロフィールというタイトル、そしてその中に書く記事、まあ、内容ですよね、それを書いて、であとはこの公開というボタンを押すだけで結構です。でですね、この順序というものがあります。順序、これは先ほどグローバルメニューボタンが左から順番に並んでいましたが、現在はまだちょっとテンプレート、ワードプレスのテーマ、デザインがまだ決定していないというか、デフォルトのテーマを使用していますので、ちょっとこの辺はあまり関係はないんですけども、この順序ですね、0、1、2、3、4、5というように左から右に並んでいきます。上から下に0、1、2、3、4、5というように並んでいきますので、まあ、ここで順番ですよね、固定ページを表示させる順番というものを決定します。まずこれは最初、一番最初のページですから0で結構です。じゃあこのまま公開します。するとこの固定ページを公開しましたという表示が出てですね、こちら固定ページを表示するっていうものをクリックすると、ここに、まあ、プロフィールというタイトルで、こういったここにプロフィールという内容で、こちらですね、サイドバーに固定ページというところを表示させなければいけませんから、現在まだ表示されてませんので、もう一度管理画面に戻ってですね、ダッシュボードに戻って、で外観ウィジェットというふうにクリックします。するとウィジェットエリア、まあ要はこれサイドバーに表示させるものなんですけども、サイドバーに何を表示させますかというものが現れますから、この部分でこちら利用できるウィジェットというところからですね、固定ページをクリックしながらお好きな位置にこのように持ってきます。そしてタイトル、これはまあメインメニューとか何でも結構です。任意でこちら書いてください。固定ページでも結構です。でこのままですね、保存します。するともう一度ちょっとサイトの方に戻ってみるとですね、こちらメインメニューというところで固定ページが表示されます。でサンプルページっていうのは最初にワードプレスをインストールした時点で自動的に作成されるものですから、こちら後で削除しますが、こちらプロフィールというところをクリックするといつでもプロフィールが見れる。ブログというのは、まあ、最近の投稿がですね、どんどん最新のものが新たに上にこのように今日書いた記事っていうのはこちらに表示されます。でこの記事っていうのはどんどん古くなって見えなくなってしまいますよね。サイドバーからは消えていくんですけども、固定ページというのは常にどのページでも常に表示されますから、このようにホームページのようにブログ、ワードプレスを活用するということも可能になります。ぜひ設定してみてください。